いやー、せつなきゅうすけだよ。今回はお絵かきの森、4人の方に来てもらいました。1人ずつ順番に紹介していただきましょう。てか自分の紹介しましょう。はい。というわけで、まあ一番左にいるこれがせつなきゅうすけであります。あ、でもカメラ的には映ってないかな、わからんけど、まあ、とりあえずアップ主です。そして次この方、左から2番目のこの方、どうぞ。はい、どうも、シエルです。よろしくお願いします。はい、シエルさんです。じゃあ次の方、はい。はい、どうも皆さん、こんにちは、実況者の影丸でございます。よろしくお願いします。はい、このって挟むなんかちょっと嫌な気がするな。なんか次、ネクスト人間クイス。はい、こんにちは、まめと申します。バイチー。バイチ。なんか、まあいや、なんか最初のウィスっていう言葉がなんか俺がネクスト人間って言ったっけ、怒っとうみたいな感覚だけど。そんなこともやめにゃー。ちょっとその声もう出す。次の方、はい、最後の方。あ、お前何しちゃった。あ、ちょっとぼーっとして。はい、どうも、NNG977 ことは N でございます。はい、はい、というわけで、まあこの5人でお絵かきの森やっていきたいと思います。イエーイ。実はあと1人来てくださる予定はあったんですけど、今回ちょっと、縁がなかったというか、そんな感じでちょっと来れてないわけで、調子が悪かった的な、まあ、なんていうか、その方はまあ希望があれば第3回にでも出てもらおうかなって、次の回に出てもらおうかなってことで、ちょっと、とりあえず今出演してもらっているこの4人の方ですけど、はい、一応それぞれ2人ずつ、2つの会議から2人ずつ読んだ感じになりますね。あ、そうなんだ。そうです。へえ、そうなんだ。へえ。なんでつまり何ですか、その2つの会議の代表2人をぶつけた感じですね。俺代表なんだ。そんな感じ。俺と俺で代表。まあ選ばれし2人、ここにおる豆さんっていうのが第1回の優勝した、まあ女王ですよ。つまり今回はね、このマムさんをの女王から引きずり下ろすための戦いって考えても過言ではありません。うそ、過言ではありませんよ。引きずり下ろされました。前回4回やって全部 MVP 取っちゃった。MVP 取っちゃった。MVP に MVP なんかのマイクラのモードみたいな名前やね。まあそういうわけですよ。というわけで、皆さん、残りの4人で、マメさんにもね、女王から引きずり下ろそうという、そういう企画。久しぶりだからね。あれはもう。まあね、女王から引きずり下ろした女王になって見せるというね。まあ、もちろん、ね、ね、やっぱり我々の実力では簡単にネジ伏せて見せますよ。そうです、簡単です。いや、母ちゃんいいでしょ、母ちゃん。余裕余裕。指一本でいいです。とりあえず企画の内容をよう考えたらね、このメンバーに説明してなかったんですけど、はい、MVP 争奪戦っていうわけですよ。なるほど。おー、知らなかったなー。はい、あれか、笑い、あれ、笑い取るべき、あれ、笑い取るんじゃない。いや、そういうゲームじゃないから、おいかの、おいかの森。今回4戦してもらいます。その4戦して MVP の数を競ってもらうと。なるほど。そういうゲームです。なるほど。それで前回ママさんは4回とも MVP になったわけで、ここにもう1回立ったるわけですよ。どういうことです。誰だ、うんち紹介してるやつ。防衛戦みたいな。誰だ、さっきからうんち紹介してるやつ。誰だよ。誰だよ。誰だよ。という下品なのはやめてください。このなんか一番左端にいるやつが怒ってるぞ、ほら。スーパーサイヤ人やってる。俺は怒ったぞってクリリンがやられた時みたいになってますな。ほら、エビ天の頭で貫通してきてるぞ、ほら。エビ天がなんかとばっちり受け取る。この絵からカオスだよ。まあ、とりあえずですよ。4回やってもらうって言いましたが、最初の3回は難易度普通、ラストで、ね、難しいをやってもらいます。なるほど。マジで難しいは難しいかな。難しいかな。あとね、難しいから難しいから。お前の通り難しい。ちなみにこれは、Google のはどうなんですか。
あまりにも分かんなかった場合とか。Google。ああ、Google はもう、ああ、そういや、前回の第1回ね、Google 券2回までっていう設定しとったけど、結局誰も Google らずに終わったんで、もうフリーにしておきます。あったもうこれ負ける気がしないで。自由に Google ってください。なんせ俺の後ろには Google がいるんだからな。iPad 用意しておきます。情報量膨大。まあ、そういうわけです。僕はね、前回第1回はコメントの色とか最初に決めとったけども、今回もフリーにしましょう。あ、じゃあ、もうバリアフリーの時代。今回はバリアフリー、バリアフリー。ウィス。音質状況がすごい悪いんですけど、僕の方から聞くと。そう。どうしたんだろう、誰が？僕の方だと思うんですけど、みんなの声が。てか、N さん抜けたよ。マジっすか？なんで、なんか抜けたけど。ちょっぽなんか大波乱だな、おい。ああ、ちゃんとコメント。わー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 。まあ、ちょっと今一人落ちたんでカットさせていただきましたけど、まあ、こういう落ちた場合、復帰したら0点になるんですよ。マジか。いや、もうザマーってことで。やばい、絶対やだやだやだ。得点的にはザマーってことで。じゃあこれはマメネーの回線落とすゲームなのかな。バカ野郎。そういうところで点取らんでほしい。アドバンテージ取らんでほしいんやけど。絵で取れと、絵で取れと。そういうことですよ。はい、というわけで、まあ、やっていきますか。ちょっと長くなってしまったけど。はい、はい、じゃあやりましょう。全員スタートお願いします。はい。第こちらが今回参加してくださった皆様です。この中に気になる方がいらっしゃるのならば、その方のサムネをクリックしてください。その方の YouTube のアカウントに飛ぶことができます。また第1回 MVP 争奪戦の動画を見たいという方は、右下のキチガイアンブレラをクリックしてください。 MVP 争奪戦の再生リストに飛ぶことができます。次回もお楽しみに。